皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。先日山口さんのチャンネルでこんな動画を拝見いたしました。登録者合計40万人、5人のギター YouTuber が討論。ギター動画の見方が変わるリッキーさん、大森豪介さん、溝下さん、和樹さん、山口さんのぶっちゃけまくる割とためになる動画、ババーンという動画でございます。皆様もご覧になりましたでしょうか。昨日山口さんがね、ツイッターでこの動画公開したよなんていう話を、されてらっしゃって、めっちゃ面白そう、見よう見ようみたいな感じでさっきバーッと拝見したんですけれども、もうすごいなかなかね、皆さんの個性とかコンセプトとか狙いとか考えてること、もうすごいたくさん詰まってる素敵な動画ですので、ぜひまだご覧になった方は、ぜひ概要欄の方からリンクをたどっていただいて動画見てみてくださいませ。で、実はこの動画ね、山口さんからね、もう企画としてそのお声掛けいただいてたんですよ。こういう動画を撮ろうと思うんですけども、一緒にどうですかみたいな感じで、でもお声掛けをいただいたんですけれども、そんなに僕喋れることないなと思って、ちょっとお気持ちは嬉しいんですけども、そういう参加したいんですけども、ちょっとごめんなさい、今回は見送らせてくださいみたいな感じで、実はお断りをしてしまいました。で、まあ皆さんの話を、ね、聞きたいなと思って、さっきバーッと動画を拝見したんですけれども、まあこのぐらいならば、まあ僕が YouTube のことを喋っても、まあバチは当たらないだろうみたいなことがいくつかあったので、ちょっくら後出しじゃんけんで大変に申し訳ないんですけれども、僕のチャンネルの方でちょっとベラベラっとこの YouTube に関して思うこととか感じることとかお話しさせていただければと思います。いくつか動画を続けようと思ってます。なんでかっていうと、皆さんも質問が多分あると思うんですよ。皆さんが聞きたいこと、アドバイスしてほしいこととかでも何でもいいです。聞きたいこととか気になることとかたくさんあると思うので、そういった内容をチャットコメントにお気軽にバシバシと残してみてください。そのチャットコメントを拝見して、しばらく何本か動画を続けていこうかと思っております。もし僕に聞きたいこと、話してほしいこと、アドバイスしてほしいことありましたら、お気軽にババッと、書いていただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。で、この動画ではとりあえず YouTube に関していろいろお話をしていきたいんですが、まず一番最初に未だによく聞かれること、なんで YouTube 始めたんですかっていうことについてお話をさせていただこうかと思います。なんで YouTube を始めたんですか？これ今まで動画の中とかブログとか生放送とかでも何度も何度も言ってたけどね、未だによく聞かれます。簡単に平たく言うと、ギター教室のプロモーションです。ギター教室のプロモーション。ギター教室のその、なんだろうな、その知ってもらうきっかけとか、なんかそんなのになればいいなと思って YouTube を始めました。YouTube 単独でね、こんな大きな規模になるとは当時は全然思ってなくて、そのギター教室の宣伝になればいいなぐらいの、気持ちでスタートしておりました。ちょっと順を追って説明させていただきますと、2005年2月に YouTube っていうのは、スタートしております。この YouTube っていうサイト自体が2005年の2月にスタートしてるんです。で、僕はね、2006年の8月ぐらいにはもうね、すでに YouTube してたんだ。すごいでしょ。すごいでしょとか言って。当時ね、もう、僕と同年代ぐらいの方がね、もう懐かしくて悶絶すると思うんですけども、フラッシュアニメが全盛期だったんですよ。千葉、滋賀、佐賀とかさ、開国してくださいとかさ、なんかそういうのすごいたくさんあったじゃない。もうそういうのがもうめちゃくちゃ流行ってる時期で、もう僕そういうの大好きだからさ、もうネットでいろいろこうググってさ、もうね、いろんなサイトをこう見て回ってたんですよ。で、あるサイトのリンクをプチってクリックしたら YouTube に飛んだの。それが僕の最初の YouTube の出会い、2006年の夏です。で、良くないことなんだけども、ゴールデン X っていうさ、なんかアニメがあったじゃない、一時期流行ったやつ。あれの違法アップロードの動画が、僕の最初の YouTube の動画なんです。忘れもしないエピソード14。なんか、君はネセサリーっつって、ステーショナリー、君はプライマリーっつって、季節巡ってみたいな、あっそあっそみたいなあったじゃないですか。エピソード14。あれです。僕は最初あれを見たとき、本当ね、笑い転げてね、呼吸困難で死ぬかと思った、マジで。ほんまにあれ。それが YouTube です。で、まあそんなんで、動画サイト、まあみんな知らないよ、その時も YouTube なんか誰も知らないよ、その友達行っても YouTube 何それみたいな感じ。でもそのサイト、よくないけどさ、もう違法アップロードの、まあ、整備されてないからさ、もう違法アップロードのアニメとかテレビ番組とか映画とかたくさんあって、わあ、このサイト面白いみたいな感じですげえ見てたわけなんだけど、2007年の6月に YouTube が日本語に対応するんですよ。で、その日本語対応のタイミングに合わせて僕も動画投稿してみてなと思って動画投稿したんです。それが2007年の9月の話、ひらがな6文字でお肉食べるって検索してみてください。お肉食べる、そうすると僕の前のチャンネルが出てきます。本当にもうね、めっちゃ画質荒い、演奏動画をなんかアップロードしてるチャンネルなんですけども、お肉食べる、よかったら検索してみてください。当時持っていたもう安っぽいコンデジ
で撮った動画 MOV 形式なんですけども、 MOV YouTube 対応してないから、もうどんなに頑張ってアップロードしても絶対エラー出るんですよ。でこれなんでかなーっつって、エンコードとか形式とか MOV とか MP4 とか何も知らないからさ、もうすげー調べまくって調べまくって、もういろいろこのフリーのソフトを使ってエンコードして、やっとアップロードにこぎつけたっていう甘い過去をすごい覚えております。その形跡が見れますので、まあ、お肉食べる見てみてください。でその YouTube アップロードいろいろ楽しんだんですけれども、僕がしばらくして、まあちょっと20歳からギター教室の先生を始めたんですけれども、まあそれからねぼやっといて、2009年にホームページを作ろうという話をするんですよ。ホームページ、ギター教室のホームページで、そのギター教室のホームページにこういろいろこうね文言書いたりとか写真撮ったりとかしたんだけども、その時のそのスタッフさん、その作ってくれるその制作のスタッフさんに、まあこう相談したんです。 YouTube って知ってる？いや知らないだよねっつって、いやなんかこういう動画を投稿できるサイトがあるんだけどさ、俺一応この動画に、あこのサイトに動画を投稿するスキルというか、そのまではそのね一応できるんだって。で結構このサイト面白いと思うし、これから日本でも流行ると思ってもあるんだけども、単純にこのギター教室のサイトの中にこういう動画を埋め込むことで、この教室の先生はこういう顔をしてる、こういう声をしてる、こういうキャラクターだってことを、なんかねその一番このアピールしやすい素材だと思うんだよね、動画っていうのはみたいな。まあ今までその動画とか僕らは全然見たことないけども、多分そういう風になるから、なんかちょっとこう知ってもらうきっかけとして動画を埋め込みたいんだけどもどう思うっていう話をしたら、そのスタッフさんが、いやなんか動画とか YouTube とかよくわかんないけども、でもまあタッキーがそう思うんだったらちょっとやってみればみたいな感じでスタートしたのが、もうほんと最初の発端なんですよ。でそれが2009年の1月、新しくチャンネルを作り直して、僕はまた動画を撮影し直して、エンコードをして、エンコードをして、2009年の1月に今のチャンネル、このチャンネルですよね、があのスタートしたんですけれども、そこがもう一番一番の本当の根本です。ではそんな感じでこのギター教室の PR で始めたんで、別にそのチャンネルを大きくすることに関しては全然考えてなかったんですよ。なんでまあね、あの途中でお休みすること、まあそんなないけど、そこそこねコンスタントに更新してるけども、でもまあそんなにこうね本気になるというか、なんというか、うん、こっちに 100% になるわけではなく、まあギター教室がメインのおまけみたいなもんなんで、まあなんかぬるぬると今まで続けられたのかな、なんていう感じでございます。なんでまあよく聞かれるけども、単純に僕はギター教室の PR の一環として YouTube を始めております。 YouTuber になろうとか、まあ、YouTuber って単語がないけど、そもそもギターレッスン動画でうんたらかんたらみたいな、ね、パートナーシップとかこういう広告収益がね発生したのが全然後の話ですからね。2011年の時かな、なんかセルリアンタワー、あの渋谷のセルリアンタワーあるじゃないですか、セルリアンタワーの中になんか Google のなんか本社だか分社だかがあって、なんかそこにあの、ね、あのジェット大輔さんとか、クッキングウィズドッグさんとか、あのノリマロさんとか、あと僕とあと2人ぐらい誰かいらっしゃったんですけどもね、本当もうそういうもうちっちゃい規模での話ですよ。まだ YouTube が黎明期、聡明期なんつうんでしたっけ、その始まる時期、黎明期かな時期だったんですけれども、単純にそのね参加するタイミングが早かったってだけの話であって、別にそんなに高尚な気持ちを持ってるというわけではなく、単純にギター教室の PR で、うまく活用できればいいなと思っただけの話なんです。そんな YouTube を僕が始めた、YouTube を始めた理由が、こんな感じでございます。未だによく聞かれるけども、でその山口さんのチャンネルのさっきの動画の中に、まあこれから YouTube を始めるにあたってうんたらかんたらっていう話があったんですけれども、もしこの視聴者さんの方の中で今から YouTube をやろうかなって思っている方いらっしゃったら、ちょっとまあ軽くお話をさせていただければなと思っております。まあ今からなんだっけかな、ちょっと文言忘れちゃった。今からなんかこの YouTube をやる意味はあるのかみたいな、なんかそんな感じのあれがあったんですけれども、まあどなたかがそのなんかもう焼け野原状態と、おっしゃってましたね。 YouTuber は焼け野原状態だみたいな、まあもう本当にもうね草の根が生えてない、もうすごいもうあれだって話をされたんですけども、僕は全然ね今からでもね YouTube 全然やっていいと思います。もうみんながねこうわーってやっちゃってるからね、もう YouTuber というかギターレッスン系もねすごい増えてるし多いから、まあもう俺が始めたところでって思う気持ちもわからなくはないんだけれども、そう思う必要は全くないと思うんですよ。全然やりたかったらもうどんどんやってしまえばいいと思います。だって無料じゃん全然お金がかからなくてね、ちょっと時間使えばすぐできるんだからね、それが使ってダメだったらね、ああよかった、ああダメだったで終わるし、でうまくいけばやったらラッキーだし、でやらない理由が何もないっていう感じでございますよ。でまあそんなこと言われてもなんかね、なかなか気分が乗らねえんだよって方もたくさんいらっしゃると思うんで、ちょっと僕なりにヒントを皆様にお伝えできればと思っております。ヒント、それは何かっていうと、
まあ、今から YouTube やるってなるとさ、やっぱりなんかこうサムネイルがとかさ、タイトルがとか、なんかこの編集がとかさ、装飾が、アフターエフェクツ、プレミア、なんかアドビ製品、うんたらかんたら、フォトショーいられ、うわーとかって勉強しなきゃいけないのかなとかって思ったりするじゃないですか。その目的を見失って手段に、注目してしまいがちだと思うんですよ。けどね、本当ね、めっちゃ根本的なこと言いますよ。すごいね、一つだけなんだ、ヒントとしては。それは何かっていうと、皆さんが今どういうギタリストであって、どういう立ち位置であって、どういう仕事をして、どういう人生を歩んできたか知らないけれども、5年前、10年前、もしくはギター始めた頃とか、いつでもいいです。過去の自分が知りたかった情報を出せばいいだけの話なんですよ。過去の自分が知りたかった情報だけ、もう出せばいいだけの話。もう過去の自分が喜びそうな動画って何かなって考えればいいだけなんです。視聴者さんのことを思って、そのサムネイルがタイトルがタグがうんたらかんたらって考えるのは別に悪いことじゃないんだけども、そうじゃないんだ、根本は。それは本当手段であって、別にその手段は結構どうでもいいの。目的としては、その人を助けることとか、人にこう役立つことだったりとかするんで、じゃあその役立てることって何だろうかって考えたときに、サムネイルとか編集技術じゃないんですよ。そんなことはもう結構どうでもよくて。もう単純にヒントとしては、自分が過去に欲しかった情報とか教え方とかをすればいいだけの話なんです。でもちろんそれがさ、最初から 100% ね、100点満点できるわけじゃないよ。最初はなんかこう動画で緊張しちゃって喋れなかったりとかさ、なんかもつれちゃったりとかさ、失敗しちゃったりする時もたくさんあると思いますよ。けどやっぱね、動くことがとにかく大事。最初から100点満点をね、出し続けられる人ってもうこの世に絶対いないんだ、一人もいないんだ。もう失敗して失敗して、間違えて、そしてみんなこう成長していくもんだからさ、とりあえずまあ行動することです。でその行動するために何を目的としたらいいかっていうと、過去の自分が知りたかった情報を出す、それだけ。そこをしっかり見据えていくと、じゃあ何を喋ろうとか、その知る順番とか習得する順番とか、言い方とか見方とかさ、動画の作り方とかさ、いっぱいあるじゃん。僕が、こういう動画をあの時に見ていれば、中学生の時に、高校生の時にギターを始めた頃に、僕がこういう動画を見ていれば僕は最高に嬉しかったなっていうものを作ればいいだけなんですよ。そう考えればすごい話が早くない？で、そう言われても、なんかこう、でもそんなうまくいかないよって思うかもわからないんだけども、いや、本当ね、もうそのね、ギタリスト10人いればさ、もうね、本当もね、その先にいる視聴者さんも10人問えるんですよ。だって考えてみてくださいよ。今、そのギター YouTuber でさ、わーっていろんな方がいらっしゃいますよ。僕を人として、さっきもその山口さんとか、ゴースケさんとか、リキーさんとか、水瀬さんとか、和樹さん、山口さん、たくさんいらっしゃいますよ。その方々をそう一人一人、ちょっとバーっと思い浮かべてみてください。誰一人としてかぶってなくない？誰一人としてキャラ一緒じゃなくない？もうみんなそれぞれのこのね、個性というか、キャラクターというか、得意な部分とか、ジャンルとか、たくさんってさ、でそれぞれがそれぞれでこの活躍してるわけであって、別に誰一人として被ってないんですよ。でその皆さんも、その例えば今からその始めたとしましょう、皆さんが困ってたこと、過去に困ってたことと僕が過去に困ってたことは全然別物だから、また新しい要素として新しいキャラクターが生まれるんですよ。でその新しいキャラクターが生まれるためには何をしたらいいかっていうと、サムネイルとか編集とかそんなんじゃなくて、どう行動していくか、どう過去の自分を救っていくかってことなんです。そこに対して行動だけしていけば、絶対にもう 100% マジで言い切るわ。絶対に新しいニーズ、新しい視聴者層、絶対そういうのが生まれてくるので、そこはもうね、絶対ビビっちゃダメで、逆に言うと、まあ僕らそのなんか新しい、今既存 の, そのギタリスト YouTuber っていう言い方が正しいのかどうか分かんないけども、まあいっぱいいるわけじゃないですか。僕を人としてもいろんな方がいらっしゃいますけど、そのなんだろうな、そのこのギタリスト YouTuber というこのギターレッスンとか、その YouTube に対するこのパイっていうのは、もう全然そのね、まあ、結構広げられてるけども、全部が埋められてるわけじゃないんですよ。単純に僕らのことをまだ知らない、ギター初心者の方とか、ギターに興味があるけど一歩を踏み出せない人っていうのたくさんいるわけなんですよ。もし皆さんがここの場に加わってくれたならば、そういう今までいなかった、こっちに来てくれなかった、取りこぼしているって言ったらちょっと失礼だけども、まだこっち側に、ね、気づいてもらってない層を拾うきっかけにもなるから、皆さんのためにもなるし、何よりも業界のためにもなるし、僕らのためにもなるんですよ、皆さんが行動することによって。だから本当そこはね、全然ビビる必要は全くないです。本当にもうぜひ行動を起こしていただきたい。何度も言うだけども、過去の自分が欲しかった情報を出せばいいだけです。こんなもう正面立てて綺麗なカメラで喋る必要は全くございません。てか、まあ最近 iPhone が優秀すぎて、もこれだけでもすげえいい映像撮れるから、ちょっとこれ今 α7-2 とか使ってるんですけども、なんかこの iPhone のこの 1080p60fps とかの画質が良すぎて、これもうカメラ買う意味ないやんけってちょっと思ってるぐらいなんですけども、まあこんなスマートフォン一つで動画なんか撮れるからさ、別に編集なんかいらないんですよ。もうバーってこうやって、もうね、過去に自分が欲しかった情報を、まあとにかくコンテンツとして発信すること、そして行動することでございます。
でそれでこう、まあ、付随してねその低評価がついたりとかさ、いろいろこの小づくやつとかいるんだけれども、まあ、その辺の話はまたおいおいさせていただきましょう。そんな感じでこういうふうに思えば、皆さんも動きやすくなると思うんで、ぜひとも覚えておいていただければ、幸いでございます。もしそれに関してね、あの質問とか聞きたいこととかあったら、また別途コメントチャットいただければ幸いです。最後に一つ、まあ、ありがたいことにそのね、その僕のチャンネル自体もその数字、まあ本当チャンネル登録はね、今見かけ倒しだから別に本当全然どうでもいいんだけど、チャンネル登録とかマジ人数マジどうでもいい、本当に全然どうでもいい、伸び率とか成長率とか大事なんで、僕が20万人超えてるけどね、もう20万人なんかマジ意味ねえと思ってるんで、まああれですけども、まあまあまあそれはまあ抜きにして、まあそこそこね、まあそれなりにその動画の再生回数とかもそこそこいってるからさ、ちょっとだけまあ少し偉そうなことを言わせていただきますと、あのね、十何年もう YouTube を続けてますけれども、最近気づいたその僕のチャンネルの一番の強みっていうのがね、何かっていう話をさせていただこうかと思います。僕のチャンネル、まあ、つまり僕自身ですよね、僕自身の一番の強みは何かっていう話、さっきも言った通り、その皆さんまだ行動したことがないと手段で考えがちなんですよ。例えばその画質が悪いからダメなんじゃないかとか、音声が悪いからダメなんじゃないかとか、なんか照明がカメラがっていう感じで、その手段、なんかこの目的ではなく、このね伝えるための手段がなんか問題あるんじゃねえかとかって考えたりとか しがちなんですけれども、確かにそれも大事なんですが、やっぱね、その一番のね、あれ大事なことはね、その自分の強みとか信念を知ることだと思うんです。自分が何をしたいのかってことですよ。YouTube やりたいとか、YouTuber になりたい、まあそれはいいんだけど、YouTuber になったところです。じゃあ何を成し遂げたいのか、何をしたいのか、どう人に伝えたいのか、どんな自分になりたいのか、それを明確にすることはすごく大事なと思うんです。例えば僕の場合だと、そうだな、まあ、そのギターを弾いたりとか、まあ、こういう動画を作ったりとかいろいろしてるんですけども、正直本当は別に謙遜ではなく、僕はそのね、世界中のこのギタリスト、職業としてギタリストをやってる人からすると、まあ、大したレベルじゃないんですよ、本当に。あの別にちょっとこう珍しいことできるけどさ、珍しいことがちょっとできるぐらいで、ギタリストとしてその成熟してるかって言ったら全然してない方なんです。もっと上手い人はたくさんいるし、そんなに上手くないです。そんなに上手くないですわ、マジで。けど僕の強みはね、ギターじゃなくてね、そのちょっとブログにも書いたんだけどね、なんか人だと思うんです、人。まあでもこれはみんなそうなんだけどね、結局は全員そうなんだけども、でもまあその中でもね、その僕の一番強みは人なんだなっていう感じがすごく、生き方というか、なんかそんなような感じがすごくします。ちょっとこの過去の話をさせていただきますと、さっきさ、そのギター教室のホームページを作るなんて話をしたじゃないですか。まあ僕が2019年11年前か、25歳とかそのぐらいの頃にホームページを作るっていう、作業をしてるんですよ。でその講師からの挨拶っていうページがあってさ、でそこの文章をね、まあ、バーっとこの書いてる時があったんですけれども、いまだに覚えてるんですが、挨拶にどんなことを書いたのか。25歳の時に講師紹介のページで僕がベーって書いた文言を、文言をいまだに覚えてます。いまだに覚えてます。いまだに覚えてます。それはどんな内容かっていうと、そのギターって難しそうっていう話よく聞きます。でも安心してくださいと、ギターを弾くための才能、ん違うな、ギターが弾きたいと思えることが一番の才能です。だからこのページを見ている時点では、もうこのページを見ている時点であなたには才能があるんですと。ギターってすごい難しそうっていう話をよく聞きます。でも安心してくださいと、ギターを弾くための一番の才能はギターを弾きたいと思えることだと。でこのページを見てくれている時点でも、このページを訪れてくれている時点でも、あなたには才能があるから、どうか僕と一緒にギターを楽しみましょうみたいな感じの文言を書いたんです。で同じようにまた別のページでも、この教室、僕のレッスンではギターを教えるというよりもギターを楽しむということをモットーとしておりますみたいなことを書いたんですけども、なんで覚えてるかっていうと、なんかね、25歳の時にそれを書いてからね、僕のスタンスで、ね、何もブレてないというか何も変わんないんですよ。本当もうずっとそのまま、未だにそんなことを考えてるんです。で今はさ、ちょっとこのね、音楽活動とか始めたからさ、フィールドが変わってギターレッスンという、まあその演奏活動とかなるけれども、そのギターレッスン、なんだろうな、
ギターを教えることというよりもそのギターを楽しむことをモットーとしてますっていうのもさ、そのもっと根本的なところへ行くとすると、その何かすれば何か起きるっていうことを伝えたいんですよ。単純に練習すれば上手くなる、ギター弾けば楽しいとかさ、なんか演奏すれば嬉しいとか、なんかね、そんな感じになるじゃないですか。何かすれば何か起きるんですよ。何かすれば何か起きる。で、その何かすれば何か起きるはギターレッスンのフィールドになると、まあギターを練習すれば上手くなる、ギターを弾けば楽しいとか、上手くなると楽しいみたいな、そんな感じになるんですけれども、何かすれば何か起きる、このスタンスはもう未だに変わらなくて、なんか何でもいいから、もうとにかく皆さんギター弾いてなくてもいいから、何かすれば、勉強すればなんか資格が取れるとか、資格を取れば仕事ができるとか、仕事が出たらお金ができるとか、もうお金があればうんたらできるみたいな感じで、どこどこに行けば楽しいとか、どこどこ行けば景色が美しいとかね、景色うんたらかんたら、まあ勉強すればうんたらかんたらみたいな感じで、もうとにかく何かすれば何か起きる、何かすれば何か起きるから何かしようっていうことを、もう未だに僕は発信続けてるんですけども、25歳の時から多分ね、ずっとそれをね言ってるんだ、ずっとそれを言ってるんだ、動画でもブログでも、メルマガでも、そして今の音楽活動でも、何かすれば何か起きる、だから何かしようっていう話をずっと言い続けてるんだ。多分僕の一番の強みはそこだと思います。そのメッセージ性というか、その発信力というか、なんというか、そこなんだと思います。そこがすっげー強く、もう常にこうあるから、多分誰がね、あの見てでもいきなりチャーハン作り始めてもそんなにあの違和感ないんだと思います。最近それにすごい気づいた。でそこに気づけたのも、この11年間ずっとこういう活動をしてたからなわけであって、最初からその強みを知っているわけじゃないんですよ。ずっとこの活動を続ける中で、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ自分を知っていくことにつながっていくんです。そう考えれば、行動しないのはね、マジ超もったいないから、とりあえず何かしようっていうことでございます。もし皆さんが YouTube とかやってみたいなと思ってるんでしたら、もう何度も言うですけども、まず何かしましょう。まず行動しましょう。まずは動こう。そうすると何かが変わるから。何かが変わったら何かが学べるし、何かが学べたらもっといいものが作れるし、もっといいものが作れればもっと多くの人を幸せにすることができるし、人を幸せにすることができたらば自分も嬉しいんですよ。で、自分も嬉しければもっと頑張ろうと思えるわけなんです。で、もっと頑張ろう。じゃあ勉強しよう。ソフトを揃えよう。機材を買おう。もうすごいいろんなことが起こるわけですよ。だからとりあえず何かしよう。そこでございます。何かしよう、そんな話でございます。まあ、ちょっといろいろベラベラと偉そうに喋ってしまいましたけども、以上でございます。もし分かんないこと、アドバイスしてほしいこと、聞きたいことありましたら、コメントチャットバシバシで投稿してみてくださいませ。次の動画が、ね、いつになるか分からないですけれども、皆さんの反響が大きければ大きいほど、作る制作スピードが上がると思いますので、僕もモチベーション上がるわけですよ、コメントいただいた方が。なのでもしよければ、バシバシコメントしていただけますと幸いでございます。それではちょっから偉そうにベラベラ喋りましたけども、この辺までとさせていただきましょう。今日も最後までご視聴ありがとうございました。何度も言うですけども、山口さんのチャンネルの例の動画、概要欄の方にリンク貼っておきますので、もしよければぜひそちらの動画の方もご覧いただければ幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。